血液腫瘍患者さんのための新型コロナウイルス感染症アップデート、第4回になります。目次ですけれども、まず、新型コロナウイルス感染症とはというお話と、その次には、新型コロナウイルスのワクチンについてのお話をさせていただいて、その次に血液腫瘍との絡みについて、ウイルスとそれからワクチンについてお話をさせていただく。その後で学会からの、ワクチンの推奨事項がどうなっているかということについて、最後にお話をさせていただきます。まず、新型コロナウイルス感染症とは、これは何度かお話しさせていただいていることではありますけれども、SARS-CoV-2 ウイルスという RNA ウイルスによる感染症です。これ、ウイルスの名前が SARS-CoV-2、それによって起こる病気が COVID-19 というふうに呼ばれています。致命的な重症肺炎の、原因になりうる、他にもいくつか病気を起こしてくるんですけれども、最も致命的になるのはこの重症肺炎です。コロナウイルスというのは何種類かあるんですけれども、人に感染するものとしては7番目の株になりまして、最初のうちの4つ、4つは、普通の風邪ウイルスだったんですけれども、その後、SARS、それから MERS という、重症感染を起こすウイルスが出現して、今回の新型コロナウイルスと呼ばれるのが、7番目ということになります。2019年12月に、中国の武漢の確認で肺炎から、分離されて、英文子での報告は、2020年1月21日付、これは、中国の CDC の英文子ですね。それから、我々の目に広く触れたのは1月24日付のニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンという、医学誌ということになります。これが、その時のニューイングランド・ジャーナル・メディスンで世界中に配信された肺炎像で、両側これほとんど、この白いもやもやっとしたところは全部肺炎です。で、これさらに重症化して、ほとんど両側の肺に肺炎が広がってるんですけれども、これもう呼吸状態が悪くて人工呼吸器を使っていて、気管内挿管、つまり喉まで管を入れて、人工呼吸器の力で酸素を送り込むといった、そういった治療がされています。で、この新型コロナウイルスについては、ちょっとこれは割とその後のワクチンの話でも基本になってくるものではあるんですけれども、このコロナウイルスは、体内に侵入、主に、肺ですね、そういったところに侵入するんですけれども、細胞の表面にくっつくのがこのスパイクタンパクというやつです。ワクチンもこのスパイクタンパクの偽物を体に入れることで免疫にこれを覚えさせるんですけれども、このスパイクタンパクがあって、瓦があって、中にこうウイルスの遺伝情報を持つ RNA が入っています。これが、細胞の表面の、アンギオテンシン変換酵素2という、そういう、細胞の働きを制御するための、受け口にくっついて中に入り込みます。で、中に入ったところでウイルスの RNA が細胞内に出ると、細胞はこの RNA の鋳型に従って素直にこれウイルスを組み立てるんですね。もともとは細胞が自分で生きるために、自分の中の遺伝子を、必要に応じて選んで、タンパク質とか自分の複製を作ってるんですけれども、ウイルスはそれを乗っ取るという形になります。で、乗っ取って中でこの細胞内で量産して、増えた、複製された細胞ウイルスがたくさん出ていくと。で、それに対して免疫はどういうふうに対抗するかということ、この出てきたウイルスはですね、異物ということになりますので、抗原提示細胞と呼ばれる、免疫細胞の一つがですね、これが、異物であるということで、こいつを捕まえて中で消化して、他の免疫細胞に分かりやすいような形に消化して分解します。で、それをこう認識して、免疫の司令塔として働くのはこのヘルパー T 細胞と呼ばれるものです。で、そこから主に、ウイルスをやっつける働きというのは2種類に分かれまして、1つは B 細胞という、抗体ですね。細菌とかウイルスにくっついて、ウイルスそのものを、取り囲んで感染できなくしたり、あるいは他の免疫細胞にここに敵がいるというふうに呼び寄せるような働きをする抗体をこの B 細胞が作ります。で、もう一つの経路としては細胞障害性の、T 細胞。
と呼ばれる、T 細胞の仲間で、これは、感染した細胞を破壊します。感染した細胞はこれウイルスの工場になってしまいますので、ウイルスをばらまく前に細胞自体を殺してしまうというこの2種類があります。で、この後で出てくるあのワクチンの有効性を、確認する研究というのも実はこの辺りでもって分かれていまして、一つは、このコロナの抗体を作る働きを、血液検査で、コロナの抗体がどれぐらいできるかを、調べるというのがよく、使われるワクチンの有効性の評価ということになるんですけれども、これ後で出てきますが落とし穴があってですね、この B 細胞、悪性リンパ腫が B 細胞から出てきたようなやつで、この B 細胞をやっつけるような、リツキシマブとかそういったのですね、そいつを使った場合に、果たして本当に正確にこのワクチンの有効性を評価できるかという問題が出てきます。それに対してもう一つはこのヘルパー T 細胞とか、この細胞障害性 T 細胞の働きを、調べるという研究もなされているんですけれども、これ生きた細胞を培養してですね、このコロナの、細胞をウイルスの一部で刺激して、刺激されるかどうかを調べるという結構面倒くさい実験手順になるので、あまり、多くはないです。で、最も確実なのは実際ワクチン打った方がどれぐらいこう、重症化を防げたかとか死亡を防げたかということになるんですが、これは結構最初から登録したりとか大人数のデータを確認しなければいけないので、それはそれで難しいんだけれども、最も確実であるということになります。で、このウイルスへの抗体はだいたい何週間か何ヶ月かすると血液中からは消えていきます。この B 細胞も一旦敵が来たけれどももう来ないねってことで休むんですね。なんだけれども、一回入ってきた、そういった病原体については、それを認識できる寿命の長いメモリー B 細胞と T 細胞が体内に残っていて、同じものが再び入ってきた場合にはそれまでよりも迅速にヘルパー T 細胞、B 細胞、それから、細胞障害性 T 細胞が早く、反応するといった、そういったことによって、少なくとも体に入ってくるのはこの抗体が減るのでなかなか完全には防げないけれども、実際ウイルスが体内で増えるのを早く抑えて、重症化とか死亡の、を減らすといった、そういった働きが、体に備わります。これが今日の、新型コロナウイルスの感染患者数、死者数とそれからワクチン接種数で、症例数がこれ、5億ですね、もう億の単位で、5億人オーバーで、亡くなられた方 もう診断がついている方で628万人ということで非常に多くなっています。ただここを数週間ぐらいでもって割とアメリカでの、流行が一旦収まりまして、またちょっと出てきてるって話ではあるんですけれども、割と目立つのはヨーロッパと日本というのが、たった今の現状です。これが人口100万人あたりの1日患者数で、ピークはだいぶ過ぎたけれども、今一番多いのが、ドイツですね。この、紫色の日本が割と団子にはなっていますけれども、その団子の中の上の方に、来ています。一時期大流行していたアメリカとそれからインドは今落ち着いている状態です。ただこの数字をそのまま額面通りにとっていいのかというのはいろいろ研究があって、この超過死亡といって、これ新型コロナウイルスによる死亡っていうのは結局 PCR 検査なり抗原検査なりをやって実際診断された方のみが報告されているので、検査しないけれども、感染して亡くなったって方はなかなか分かんないわけです。ですのでこれが例年と比べてどれぐらいその地方のあるいはその国の、亡くなられた方が例年と比べてどれぐらい多いかということで、そのあたりの分からない部分を補正してみたのがこの研究です。同じような研究いくつもあるんですけれども、地図がかなり分かりやすいんでこいつを選んだ感じですね。2020年1月1日から12月31日ですので最初の流行の1年間で594万人だったんだけれども、実際にはその3倍に当たる1820万人であったというふうに推測されると。
南米とか、それから南アフリカとか、あとロシアとか東ヨーロッパとか、そのあたりが一番超過死亡が多かったと考えられるという結果でした。この新型コロナウイルス感染症の臨床像としては、これ日本の報告だと、このパンデミックの最初の1年ちょいくらいの数字があって、発熱とか、呼吸症状、咳とか喉の痛みですね、そういったものが多いということになるんですけれども、オミクロン、今年の頭からのオミクロンではちょっと様相が違っていて、割と普通の風邪に近い鼻水、頭痛、倦怠感、咽頭痛が増加して、特徴的と思われる匂いや味がわからないといった症状が減っているというものがあります。で、重症度としては、やはりパンデミックの初めの頃ですけれども、入院した方でも酸素使用なしで、乗り切れる方が6割ちょいぐらいだけれども、人工呼吸器治療に入る方も1割ぐらいいらっしゃるということで、インフルエンザとかそういった疾患よりもかなり厳しい病気ということになります。伝播様式としては、感染経路は、感染者からの咳くしゃみ会話で、ほぼ唾液です。唾液の細かい粒、それから、エアロゾルと呼ばれる空気中に漂えるくらい小さな粒の吸入することによって起こる。で、潜伏期は最初の頃は1日から2週間ぐらいと言われていたんですけれども、国内の検証調査でもオミクロンだと大体 2,3 日くらい、少なくとも暴露から7日以内に発症する方は発症するというふうに、最近分かっています。で、この人に感染する期間というのは、この症状が出る2日前からということで、これが非常に困るところなんですね。つまり本人は自覚がないのに、人にうつしてしまっているということが多く起こるので、この新型コロナウイルス感染症が全世界で広がってなかなか消えていかないというのも、この厄介な性質によるものです。で、血液とか尿とか便からは、ほとんど、検出はされるけれども感染性のあるものはない、ほとんどないであろうということがここしばらくの研究で分かっています。インフルエンザとかだと、冬とか夏とかがあるんですけれども、このウイルスに関しては特に季節性というものはなさそうです。これが初期の研究ですけれども、ウイルスの排出量をたまたま調べられたものではあるんですけれども、ここが発症0日なんですけれども、だいたいその2日前ぐらいからそれなりの量のウイルス量が出ている、これによって感染するということが分かっています。このしぶきについてはですね、これもパンデミックの初期の研究ですけれども、マスクなしだと、結構出るんですね。これが、普通の、一層の布1枚だけのマスクだと、くしゃみした時だけはどうしても出る、2層の布マスクだとちょっと出るくらい、これがサージカルマスクだとほとんど出ないということで、お互いに、移さないということを考えると、このサージカルマスク、いわゆる使い捨てマスクが一番良いということになります。で、これについてはですね、一部だけマスクを着用しても、効果は限られているというのがいくつかの、研究で分かっているんですけれども、最も分かりやすいのがこれ、アメリカの病院でもって、コロナウイルス感染症が増えてきたということで、職員はマスクをした、ただ患者さんは、免除したんですけれども、そこからはなかなか減っていかないということで、とにかく、病院の中にいる人は、患者さんであろうが職員であろうが全員マスクをするようになったらば、お互いがお互いを移し合うというのがなくなってきて、だんだん減ってきたということが分かっています。ただ、あと他にはですね、やっぱり距離とか、社会的距離ですね、あんまり集まって大声出して騒ぐと、どうかというのも、これもいくつも研究があるんですけれども、代表的なものが去年の夏、ちょうど一旦ワクチン接種が広がってですね、一旦感染が下火になって、ちょうどその油断している頃にデルタが出てきたあたりですけれども、これスペインでもってちょうどその頃に野外の音楽イベントをやりまして、合計4万5000人の方が集まった。で、感染対策としては抗原検査をあらかじめやってマスクもつけて体温測定も行われたんだけれども、食事は普通にとっていいし、ちょっとやっぱり混んでてなかなか距離は取れなかった
ということで、その後で参加者はこう、参加しなかった人に比べると、感染リスクは 2.5 倍ぐらいに、まあ、2.5 倍弱に増えていた。ただその中で調べてみると、やっぱりもともと感染していて免疫がある人、それからワクチンをもうちゃんと打ってある人、それから、感染予防のためにこう人前ではマスクをするとか距離を取るとか、そういったことを守っている人については、感染リスクが低かった、まあ、これですね、これがだいたい真ん中人並みで、左側が、感染リスクが低かったグループということになります。ですので、やっぱり感染予防主義とか、あまりこう寄り集まらないというのは大事であるということです。で、この感染予防のためのマスクとか、それからあまりこう集まらないとかいったことについては、実は他のウイルス感染も減らしていたというのがありまして、インフルエンザが激減したというのもまあ経験的にありますけれども、そういったものを数値で表したのがこの研究でして、去年の4月にまあ一旦こう、感染が弱まったということで、まあ外に出るなとか、マスクは必ずつけなさいとか、そういったものを解除した。その後ですけれども、この特に3歳までの子どもですね、下気道気管支炎とか肺炎、それから、上気道炎、風邪とか扁桃炎、それから、感染性胃腸炎が制限解除した途端に増えた。まあ、それから少し遅れて4から11歳の、それさらにこう12から19歳といった形で、子どもに遅れる形で、まあ、全年代でもって感染症が増えたということが分かっていて、まあ、それぐらい強力な、感染対策をやっていてもやっぱりコロナは広がるという、かなり厄介な相手であることが改めて分かる研究です。この重症化のリスク因子というのは、まあ、最初は分からなくって、評価中という右側の欄が多かったんですけれども、先日出た、診療の手引き 7.1 番では、まあ、ほぼ、分かってきている。その中で、まあ、血液腫瘍患者さんに関わりがあるのはこの悪性腫瘍、それからあと65歳の高齢者、臓器移植後と免疫不全といったものもやっぱり重症化になりやすいリスク因子であることが、分かりました。であともう一つですね、コロナの後遺症とかロングコビットとかいうのが、よく言われるんですけれども、これについてはちょっとまだ呼び名とかどういった病状であるかというのがなかなか固まってきません。ただ論文めちゃくちゃたくさん出てまして、数十編多分出ていて、全部追っかけるのは無理なので一つだけ持ってきました。この間出た2年間を追っかけた論文というのが数日前に出たんですけれども、これ最初の頃の中国の武漢での、退院患者さん1192名の追跡調査です。まあ、その中で酸素吸入が7割が必要だったということで、まあ、日本の統計よりもかなり重症の方が多かったということになります。で、後遺症については、まあ、どれか何か症状があるという方は、2年経っても 55% で、まあ、半年後の7割弱よりもだいぶ減ってはいるんだけれども起こってきた。で、このあたりの症状は本来の表はめちゃくちゃたくさんあるんですけれども、その中で代表的なものだけ抜き出して引っ張ってきました。特に倦怠感とかですね、眠れないという症状とかはだいたい 2,3 割ぐらいの方に2年経っても残っている。それから精神的な症状として、痛み不快感、不安、抑うつ、それからちょっと体を動かすときに辛いといった症状もやっぱりまだ残っていて、これは年取ればみんなそうだっていうのもあるんですけれども、感染していない人と比べるとやっぱり不安感については 7.46 倍、痛みについては 4.42 倍、体が動きづらいということに関しては 3.81 倍と明らかに、多かったと。2年後でもやっぱりそれだけ、感染していない人よりもそういった症状が増えていたということで、おそらくその、かなりの部分は後遺症と言っていいだろうという、そういう結果になっていました。あとはこれ、職場復帰がですね、やっぱり9割で残りの1割の方はできてないんですね。理由としては体の機能が落ちた、それから、元の仕事に戻る意欲をなくしたとか、単純にクビになったとか、そういったことがあります。重症、かなり重症の方たちではあるんだけれども、感染かなりの大人数が感染していて、そのうちの10人に1人が職を失うというのも、これ結構こう重要な労働問題に今後なってこないかなというふうに僕は心配しています。
で、なんでこういうことが起こるかっていうのはいろいろな仮説があるんですけれども、その中の仮説、まあ今のところは仮説ですけれども、そうだとして、やっぱりこの新型コロナウイルス感染症には血管の病気という側面があるのではないかという見方が一つあります。この ACE2、ヤング天心、変換酵素、受容体というのは、これ血管の内側の壁の細胞、血管内皮細胞もたくさん持ってるんですね。なので、血液中にウイルスが入ると血管の内側の壁の細胞にも感染するということで、それを目当てに免疫系が活発化する。それから、さらにそのために血液を過剰に固めるような、環境が出てくる。さらには、やっぱりこのレニウ angiotensin っていうのは、このですね、血圧を調整するような、体の中のホルモンのシステムですので、それの調節異常によって、血管の収縮とか拡張が、普通とうまくいかないということで、この3つが組み合わさることで、血管の内側の壁に血液の塊が、出やすくなって、それによって血管が詰まったりとか、肺の中の細かい血管、肺胞の血管が詰まったりとか、心筋梗塞を起こしやすくなったりとか、そういったこと、あとそれから免疫細胞が疲れてしまう、消耗してしまって、感染となかなか戦えなくなってしまうという、そういったことを起こってくるのではないかという、そういう見方があります。で、実際にですね、この新型コロナウイルス感染症の後で血管が詰まる病気、代表的なものって心筋梗塞と虚血性の、脳卒中、直訳ですけれど、脳梗塞ですね。これが増えているのではないかということで、スウェーデンで、患者さんが8万6千名余りと、かからなかったけれども、他の条件が似ている34万人をデータで抜き出して比べてみた結果、心筋梗塞リスクは、これ一応かかりやすい人がかかってるだけじゃないかというのがあったんで、罹患前のデータも遡ったんですけれども、やっぱりこの、感染した後でも、だいたい2倍以上の、リスクが高くなる。それから、脳卒中に関しても感染後は、感染しなかった他はほぼ同じ条件の人たちと比べると2から3倍弱ぐらいリスクが高くなるという統計結果が出てまして、これもたくさん論文が出ていてほぼ似たような内容です。たくさん出てます。で、まずここのまとめですけれども、新型コロナウイルス感染症は、SARS-CoV-2 による感染症で、高い伝染性と病原性を持っていて、肺炎、それから血栓塞栓症、長期の後遺症などを起こしうるという問題があって、世界中で、非常に多くの感染と亡くなられた方の数が報告されている。で、感染経路は、唾液の飛沫、唾のしぶきが、主体であると言って、なおかつ発症2、3日前から感染性を持つために気づかないうちに広がりやすいという特徴があります。なので、3密を避けることとか、マスク着用でお互いの感染リスクを減らすことが重要。重症化リスク因子は、高齢とか、悪性腫瘍を含む持病ということになります。で、じゃあそれに対して開発された新型コロナウイルスワクチンですけれども、いくつか種類があるんですけれども、日本で使われているのの大多数はメッセンジャー RNA ワクチンで、ファイザー社かモデルナ社のものです。これは、後で図が出てきますけれども、メッセンジャー RNA というのは、細胞の中でですね、核から、タンパク質を作る工場まで、こういうのを作ってくれっていう、この設計図のメモ書きみたいなもので、メモですので、細胞の核から工場に行くとですね、そこでもってすぐに捨てられてしまうような、とても小さくて脆い、情報記録体なんですけれども、そいつを、薄い油の膜に包んで、体に入れるというものです。それからウイルスベクターワクチン、これは日本ではアストラゼネカ社製のものが採用されていますけれども、これは細胞の中にそういった、RNA を持ち込むのに、油の膜ではなくて、毒性を消したウイルスを使うというものです。それから3番目の不活化ワクチンというのは、ワクチンを増殖できないようにして、直接注入して、それによって免疫を作るものですけれども、日本では使われていませんけれども、中国では広く使われています。
で、メッセンジャー RNA ワクチンは、この、まあ、本当、遺伝子のメモ書き程度のメッセンジャー RNA を油の膜に包んで入れると。そうすると、このメッセンジャー RNA の設計図をもとに、まあ、リボゾームという細胞の中のタンパク質の合成工場が、ウイルスのスパイクタンパク、表面のトゲトゲだけですね。これを作ると。そうすると、それを、免疫が異物として認識して、まあ、免疫反応が出るというものです。で、これに対してウイルスベクターワクチン、まあ、アストラゼネカの場合には、アデノウイルスという、まあ、増殖できなくした、ウイルスを使って、それを細胞の中に送り込んで、その中でこうウイルスの一部、まあ、スパイクタンパクですね、細胞のウイルスの表面のトゲトゲのタンパク質を作らせて免疫反応を誘発するというものです。で、この接種率については、日本はまあ82%で、結構いいところにつけています。まあ、もっとたくさん、接種率上がっているところもあるんですけれども、割と一部ということになります。このメッセンジャー RNA ワクチンについては、まあ、最初の頃の、臨床試験ですけれども、まだ変異株がなかった頃の、臨床試験なんですけれども、その頃だと、接種した人とそうでない人、これが接種した人、これが接種しなかった人で、まあ、症候性感染、まあ、症状が出るような感染を起こした人は、まあ、2週間を過ぎると、ワクチンを打った人ではほとんどいなくなって、感染の予防効果、重症化でも死亡でもなく、感染そのものを防ぐ効果が初期の頃は94.8%ありました。モデルナのメッセンジャー RNA ワクチンでもやはり似たような結果で、感染予防効果は93%。ワクチン打った人は、まあ、2週間経つとほとんど、感染者は増えてこなくて、まあ、プラセボ、まあ、偽物の薬を打った人はどんどん増えていくという結果でした。ただ、これがですね、デルタが流行ってくると、なかなかそうはいかなくなって、これが去年の秋ですので、ちょうどこの辺りでデルタが出てきて、急激に流行った頃です。で、この頃は感染、まあ、検査が陽性で感染と確認された人は、まあ、接種していない人が一番多いんだけれども、ファイザー、モデルナでもそれなりの数が出ました。ただし、入院を要した人に関しては、まあ、接種してない人だけがどんどん増えて、まあ、ワクチン打った人も増えたは増えたけれども、伸び率は全然違ったということで、ここで、まあ、感染までは完全に防げないけれども、入院とか重症とかとか死亡を抑える働きはそれなりに残っているという形に情勢が変わっています。で、あと、これ、まあ、家庭内感染ですね、これもワクチン接種によって減らすことができると。まあ、家庭内なのでマスクも外したりとか、まあ、距離も保てなかったりということで、一番感染しやすい状況なわけですけれども、まあ、これパンデミックの前半、じゃあ去年の前半なので、まだデルタが出てなかった頃のものではあるんですけれども、2人家族だと、まあ、1人、接種していれば何割かは減る。3人家族だと1人でも減るけど、残りの2人が、感染してると、何分の1かに減る。4人家族だと、まあ、残り全員、2人か半分か残り全員接種していると、やっぱり何分の1かに減るということで、ワクチン打ってる家族がいればいるほど、まあ、ワクチンを打てない、あるいは、ワクチンを打っても効かない人は守れられやすくなるということです。特に血液腫瘍とかでもって、ワクチンは打つけれども効果は、まあ、血液腫瘍がない方よりもちょっと落ちると。いう方がお家にいらっしゃって、他に同居の方がいらっしゃる場合には、他の皆さんにできるだけ多くにワクチンを打っていただくということで、その血液腫瘍なり免疫が十分できない方を守ることができるという、そういう証拠です。で、ただこのワクチンの予防効果がどれぐらい持つかというのがあるんですけれども、重症化の予防効果については割と持つと。特に高齢者でもちょっと落ちてはくるけど、そこそこ持つ。ただ、症状が出るような感染については、やっぱり半年ぐらい経つと落ちてくる。で、まあ、感染予防効果、症状あるなしにかかわらずの感染予防効果になると、特に高齢者なんかだと、半年ぐらい経つと、まあ、だいぶ落ちてくるということで、まあ、確かに
効果はあるんだけれども、感染そのものを防ぐというのについては、日数とかそれから変異体が出てくることによって、少しずつ低下してくるという、そういう現実はあります。で、2回接種完了でもって特にこの重症化あるいは、しやすいものというのはこの真ん中の線の右側の病気を状況を持っている方なんですけれども、赤字で書きましたが65歳以上、それから免疫抑制を使っているとか、慢性病のある方ですね、そういった方が重症化しやすくって、亡くなられた方の大体8割弱だとこういった危険因子のうち4つ、まあ、お年を召したりとかいろいろすると、いくつもの病気にかかってしまうことが多いんですけれども、やっぱりこういう、重症化のリスク因子をいくつも持っている方が死亡リスクが高かったという結果でした。で、ただまあこれ感染すればワクチンいらないんじゃないかという議論もパンデミックの初期にはあったんですけれども、感染した後で1回ワクチンを打ったか打たないかを比べた研究というのがあるんですけれども、これ去年ですね、感染後に1回打っただけで再感染するリスクというのが2割以下に減ったということで、かかったからワクチンいらないじゃなくて、かかったからもう1回打っとけばもっと強くなるぞというふうにお考えいただければいいと思います。で、あともう一つ、これはロングコビット、先ほどお話しした、まあ、コロナ後遺症とかロングコビットとか呼ばれるものですけれども、これについてもですね、ワクチン2回接種を済ませた方についてはたとえかかっても、ワクチンを打たなかったあるいは1回だけだった方に比べると、リスクが少なくて済むという研究がいくつか出ています。これはそのうちの一つで、実はちょっと前にイギリスでもってまとめの報告書が出て、確か論文6つぐらい出ていて、6つともそういう結果だったということのようですけれども、この紫、この紫色が2回接種なんですけれども、倦怠感、頭痛、それから筋力低下、筋痛、そういったものもすべてやっぱりワクチンを打たないまま、あるいは1回接種のまま感染した方よりも、割合が低くなっています。で、そういったことでもって、ワクチンがもしなかったら、ということをシミュレートした論文というのもいつか出ていて、まあ、これが一番わかりやすかったので持ってきたんですけれども、コモンウェルス財団というところの試算です。去年1年間でアメリカですね、人口2億人ちょっとのアメリカでどれぐらい減らせたかということで、まあ、100万人、の死亡を防いで、それから1030万人の入院を予防したと推測されています。まあ、このあたりは探してみるといくつも論文が出てくると思います。で、安全性に関してですけれども、まあ、全国調査で少し長期でやってみたんです。これも論文もいくつも出てるんですけれども、これはイスラエルの大人数ですね、173万人のデータですけれども、この水色の方がワクチン打った人で、それからこの黄色の方は実際のウイルスにかかった人の比較です。まあ、ほぼ、まあ、やっぱりワクチン打った方の方がリスクが低いというのがほとんど、この真ん中の点線に近ければ近いほど人並みということになりますけれども、心筋炎は確かに、まあ、コロナワクチンでもリスクは高くなるんだけれども、まあ、ウイルス感染だとこれ18倍、これメモリが対数なんですね。ですからこれ2倍じゃなくて10もっと多いんですけれどということで、なおかつこうその心筋炎の方も大体こう数日入院安静でもってほとんど治るのに対して、ウイルス感染によるものは後遺症を起こすものも出てくるということで、まあ、そういった副作用を含み込んでもやっぱり、ワクチンを打った方がリスクは少ない。特に今後はワクチンを打って感染を防ぐか、それとも実際のウイルスにかかるかの、まあ、将来的には2つに1つになるとすれば、ワクチンを打った方が後遺症を含めてリスクは少ないということは示されています。ですので、ワクチンは、重症化と死亡のリスクを大幅に減らす。それから日本では主にメッセンジャー RNA ワクチンが使用されていて、これは各種ワクチンの中で最も効果が高い。副作用は、まあ、発熱や筋肉痛が主体で、若い男性、まあ、大体高校生から、まあ、20歳くらいの心筋炎があるんだけれども、まあ、これは
本物のウイルスにかかるよりは軽くて済む。これは、まあ、実はたくさん論文が出ています。それから血栓塞栓症は増やさないということがあります。あとは今回ちょっと長くなるので取り上げませんでしたけれども、妊娠中の接種も安全で、妊娠中に感染した場合の流産リスクを減らすことができます。それからこの血栓塞栓症ですけれども、これ若い女性で、ウイルスベクターワクチンで、増えるというデータがあって、それがこう間違って伝わってメッセンジャー RNA ワクチンでも増えるんじゃないかということで、ちょっと実際に患者さん、何名かからご質問いただいたんですけれども、これごっちゃになっていまして、ファイザーモデルナに関しては血管が詰まるリスクは増えません。さて、オミクロン出現以降がどうかということですけれども、このオミクロンはまあ感染性広がりやすくなっていて、ただまあ重症、デルタと比べると重症化しにくいかもしれないという結果、それから、今までできた抗体についてもちょっと効きづらくなっているかもという、報告も出ています。2回接種だとやっぱりちょっと足りないかもしれないという、そういったデータも蓄積されています。でこの潜伏期間についても、これまでの株よりも短くなって、まあ、それまでは5日ぐらいだったんですけれども、国内の、調査でも大体 2.9 日、大体 2,3 日という形で、縮んでいます。であとは大体感染からは、1週間以内にほぼ全員が発症するということで、逆に言うと、感染したかもしれないというそういった、出来事から1週間経っても、感染兆候がなければ、まあ、感染していないであろうという可能性が非常に高くなるということです。まあ、良くも悪くもこう話が早くなるということですね。で、これでまあデルタと比べた場合の症状の違いというのも調べられていて、オミクロンは、喉の痛み、声の枯れ、関節痛、筋肉痛が増えている。それに対して特徴的な匂いが分からなくなるとか、毛が抜けるとか、そういった症状については、減っている。あとは症状の持続期間はデルタがだいたい9日弱なのに対してオミクロンは7日弱と短縮していました。見かけは割と普通の風邪っぽくなるということですけれども、抵抗力が弱っている方にとっては十分脅威であるので、まあ、分かりにくくなったというか、ある意味厄介になったということです。で、このオミクロンについては、もうほとんど各国全部オミクロンです。南アフリカの方が去年の暮れでもって1ヶ月ちょい世界より早かったので、その間にデータが蓄積されて、それに合わせて、各国で対策が練られました。まあ、その時の、南アフリカでの初期の、特徴なんですけれども、若い人が多い、入院率も下がるし若い人も多い、あと死亡率は下がっているということではあるんですけれども、よく見るとそもそもデルタまでと比べると若い方が多いので、やっぱり、年齢も死亡リスクなので、まあ、リスクの低い人が主にかかっている。それから、併存疾患ですね、持病についてもそれまでは半数以上に持病があったのが4分の3以下に減っている。でなおかつこうワクチンについてはそれまではデータがなかった、ものではあるんだけれども、オミクロン流行の時にはそれなりの、まあ、人口のこの時点では4分の1が、接種しているということで、このあたりの影響がどうであろうかというのは未だに議論の的になっています。でまあ、そのアメリカ南アフリカでのこのファイザー製ワクチンですね、これの2回接種では当初は、まあ、若い人口が多い、国である南アフリカでは当初の入院予防効果は 70% というふうに算出されていました。ただこのオミクロンのどれぐらい重症度が高いかということについてはですね、デルタの頃と比べるとワクチンを打ってる方が増えている。なので、これオレンジ色が感染者だとすると、この青い方が、ワクチンやら感染やらで免疫を持っていると、左側は赤い方が、免疫を持っていない人なんですけれども、まあ、ワクチン打ってる人がそれなりにかかるにしても、まあ、ローリスク、それなりに抵抗力のある人が増えているので、もしかしたら重症化率が低く見えるのはそのせいかもしれないと、いうそういう考察が当初からなされています。でこれもですね、ちょっと3回接種でじゃあ3回接種でどれぐらい防げるかっていうのを調べた、研究でもってオミクロンでも 86%3 回接種でもっ
って入院予防効果があるよってことなんですが、これ入院患者さんの重症度で、これ紫色のところが死亡な亡くなられた方なんですね。ただこれ真ん中がデルタで、デルタは確かに重症化もそれから死亡率も高いと。ただこれオミクロンとそれからその前のアルファですね、最初の出てきた、変異株と比べるとどうかっていうとそんなに変わらないと。でこれワクチン打った人の方がだいぶマシではあるけれども、そんなに変わらないということで、確かにデルタよりはマシなので、重症患者さんの比率が減ったと言われてはいるけれども、それ以前のアルファとかベータと比べるとそんなに変わらないというふうに考えた方がいいんじゃないかと思います。でじゃあどういった免疫があると防げるのかというのは、抗体の量ですね、死亡率とかではないんですけれども、抗体の量で実験的に調べた研究があるんですけれども、この上の方がもともと出てきた最初の株で、これがオミクロンですけれども、抗体の量についてはワクチン接種2回プラス感染、感染した後で2回接種が多くて、感染だけ1回の方に関しては、オミクロンに関してはほとんどガードができていないということで、1回感染したから大丈夫というのはもうオミクロンの時代には全く言えないということです。あとは、この左2つに匹敵するのが3回接種ですね。かかった後3回接種が最強ということにはなるんですけれども、現実的にはやっぱりかかったことがない方については3回接種がオミクロンに対抗するには、一番良い方法であるということになります。なので1回感染した方についても、1回か2回ぐらいはやはりワクチン接種はしていただいた方がオミクロンに対しての抵抗力は回復つくであろうと思われます。でもう一つは子どもに広がりやすくなったというのもこのオミクロンの特徴で、これアメリカの、去年 の, データなんですけれども、これデルタが流行るようになった頃はそうでもなかったんですけれども、オミクロンが流行るようになってからとにかく6ヶ月未満の乳児の入院率がいきなり増えた、乳児だけじゃなくって、半年から2歳も増えたし、2から4歳も増えたということで、入院リスクはオミクロンで、小児に関しては、約5倍に増加したということです。なので、オミクロン出現以降については、これまでで一番広がりやすいということですね。なので感染予防の難易度が上がっています。デルタと比較すると重症化死亡リスクは減少したように見えるけれども、それ以前の変異株とは同等かもしれません。ワクチンによる抗体の効果は低下して、あとは小児にも重症化リスクは今までよりも上がっています。さて、そういうわけで追加接種というのが考えられるようになりました。これ最初のデルタ流行中の3回接種のイスラエルのデータですけれども、3回接種によってデルタに対しては2回接種の10分の1に減少するという結果が出ています。そういったことも踏まえてですね、去年の夏にですね、僕実は最近まで知らなかったんですけれども、免疫不全、要は感染に弱い人に限っては、2回じゃなくて3回接種を標準とする、つまり、最初のワクチンのシリーズを終わりに完了したというのは普通は2回なんだけれども、免疫機能が落ちた方に関しては3回打ちを標準としなさいというのが去年の、夏に出ました。でさらにですね、それだけでも足りないということで、去年の10月の後半にですね、抵抗力が弱そうな方、つまり65歳以上の人と、それから重症化リスクが高い、免疫不全の人ですね、あとはもともとエッセンシャルワーカーと呼ばれる、暴露される上に欠かせない人ですね、教師とかデイケアとか、医療従事者僕らも入るんですけれども、そういった人たちも追加接種をすることで、重症化リスクを防ごうというふうになったのが去年の10月です。で、じゃあそれがオミクロンに対してどれぐらい効くかっていうのも、今年に入って出てきまして、デルタほどではないけれども、ファイザーのワクチンで、2回接種と比べて3回接種はだいたい半分ぐらい、症候性感染、症状が出るような感染リスクも半分に減ると、当然重症化もそうなんですけれども、モデルナもやっぱりもともと効果高いんだけれども半分に減る。で、入院と死亡に関しては、4分の1に減る。という、そういう目覚ましい結果が出ました。
ただこの、オミクロンに対するワクチン効果については、これファイザーなんですけれども、これ2回打った直後だと、だいたい65%、なので、3人に2人は防げると、いったことではあったんですけれども、これが6ヶ月経つと 8.8% に落ちてしまう。で、これを3回接種にするとまた67%でほぼ元に戻る。ということで、2回接種だとやっぱりちょっと、半年くらいでもって効果が落ちるんですね。で、ただそうすると、3回接種やっても似たようなことが起こるのではないかという心配が出てくるわけです。で、それで調べた結果が、研究もありまして、高齢者に関してはファイザー2回接種だとオミクロンに対する抗体は、この調べた37名だとほとんど出なかったと。それに対して追加接種で約9割に陽性化したんだけれども、3.5ヶ月経つと、そのうちの3名、大体10分の1弱は、抗体がなくなってしまったということで、抗体のが半分に減るのは大体41日というふうに計算された。つまり2回接種に比べると3回接種の方がオミクロンに対しては効くし、まあ、抗体も持つは持つけれども、やっぱりそう、何ヶ月も何年も持つものではなさそうだということです。そういうわけで、4回目の接種というのが考えられまして、これはイスラエルでもさっさと4回目の接種をやってしまったので、その大人数のデータで18万人ですね。相変わらず大規模なデータを出してくるんですけれども、これ3回と4回と比べると、そもそも PCR 陽性の、まあ、症状もないような感染も含めると大体半分強には減る。で、症状が出るような感染だと大体半分ぐらいに減らせる。入院だともっと減る。で、重症もやっぱり3分の1か4分の1ぐらいに減って、死亡の回避については、まあ死亡に関しては4分の1に減らすことができると。ただこれ対象が60歳以上で高齢者なんですね。じゃあ若くて元気な人はどうかっていうのは、これまた、医療従事者、要は就労年齢ですので、年齢中央値55歳で、60歳より若い人がほとんどを対象にした場合だと、3回から4回への上乗せ効果というのはファイザーで30%、モデルナだともともと効くっていうのもあるんだけれども11%ということで、どうももともと抵抗力があって、で、感染重症化リスクが低い人だと、この時点での4回目接種はあまり利益が、大きくなさそうだということが分かりました。ですので、それを踏まえて今年の3月の末にアメリカではですね、2回目の追加接種ってことは、まあ、4回目もしくは5回目の接種ということです。で、これ、イスラエルでは60歳だったんですけれども、まあ、そうは言っても50ぐらいまではもう高齢者に入れていいだろうということで、アメリカは結局50歳以上に関しては2回目の追加接種を承認しました。あと、それから、まあ、免疫不全に関の方に関しては12歳以上だったらファイザー、あとは後日になりますけれども、モデルナだったら18歳以上ということで追加接種を承認しました。で、実際にこの4回目の接種、あるいは5回目の接種を、進められるべき方については、アメリカの CDC が例示を示しておりまして、がん、腫瘍または血液がんの、積極的な治療を受けている、骨髄移植を受けて免疫抑制剤を服用している、細胞療法とか、あるいは造血幹細胞移植を行っているとか、先天性の免疫不全があるとか、HIV 感染が、活動性であるとか、大量の副腎皮質ステロイドなどの積極的な免疫抑制を受けている人は、この方は、2回目の追加接種の対象であるというのが CDC の見解です。で、これも表になってましてですね、1次シリーズ、とにかく最初のワクチン接種というのは、免疫不全の方はもう3回がそもそも基本であるということで、3回接種をやりなさいと。で、さらに、まあ、ファイザーもしくは、年齢別でファイザーもしくはモデルナで、その最初のシリーズから3ヶ月かそれ以上経ったところで追加接種1回目、これで計4回目になります。で、さらにそこから4ヶ月経ったところで5回目をやりなさいというのが、アメリカの CDC が進めるスケジュールであります。ということで、追加接種に関しては3回目の接種は低下したワクチン効果を増強するということが、示されています。まあ、そういったことも踏まえて、アメリカの FDA は、免疫不全についてはもう2回じゃなくて3回が基本であるという路線を去年の夏に出している。
で、4回目接種、あるいは5回目接種ですね、4回目接種については、高齢者と免疫不全者には利益があるであろうということで、そういったグループに限っては、4回目接種は進められています。あるいは5回目接種は進められています。あと、ちょっと治療薬に関しては簡単にいきますけれども、これ感染と、それからこの感染によって、免疫系がですね、無駄に、更新して血管が詰まるというのが、この2段階がこの新型コロナウイルス感染の、病気の、仕組みになりますので、このウイルスの量をまず増やさないということで、抗ウイルス薬が、3種類、それから、実質中和抗体という、抗体薬が実質1種類、もう1種類あるけど、オミクロンには弱いんで、今は使えなくなりましたけれども、それがあって、それを過ぎて、過剰な免疫が体を傷つけるのが問題になった時点で、免疫を抑えるデキサメタゾン、これは一般的に使われるステロイドですね。あとは、この強い免疫作用を抑える薬というのが、他の薬と併用する形で使われるという段階になっています。この抗ウイルス薬に関してはですね、多分どっかで聞いたことがあると思うんですけれども、寄生虫の薬であるイベルメクチンが実験室の中では、もしかしたら抗ウイルス作用があるのではないかということで、かなり期待はされたんですけれども、最近ですね、非常に大規模な臨床試験、ブラジルで1358名という、非常に大きな人数を集めて、当然感染初期でウイルス量を抑えるので、入院とか重症化を抑える働きが、期待されたんですけれども、実際にはそれだけの人数を集めてほとんど差が出なかったと、偶然で片付けられる程度の差しか出なかったということです。これ入院または救急外来6時間以上ってあるの、これ当時、入院ベッドがいっぱいでですね、入院したい、本来は入院なんだけど、もう救急外来でとにかく長いこと寝かしておくしかないという状況だったそうで、ほぼ入院扱いです。で、幸いにしてですね、この臨床試験で使われた量では、副作用に関してはほとんど出ていない。ただ他のせめてウイルス量だけでも減らないかとか、入院とか人工呼吸とか心臓の、死亡のリスクに関しても結局減っていなくて、使っても使わなくても特に大きな変わりはないという結果になりました。ただこれが、イベルメクチンが最初に期待されたのは、最初にですね、数十人とか、せいぜい100人200人ぐらいの、規模の小さい臨床試験、1桁か2桁少ない臨床試験を集めて分析し直した、このメタアナリシス、メタ分析というのがなされて、イベルメクチンを使われた方が良かったという結果が出たんですけれども、これ論文が出た後になってですね、この元になった論文のいくつかに、何というか、ズルが見つかったんですね。この論文の中だとかなり上品な言葉を使ってはいるんですけれども、すでに入院して亡くなられた患者さんを、あたかも臨床試験に参加してイベルメクチンなしのグループで亡くなられたかのように見せかけたようなデータ操作とか、あとは患者さんのコピー&ペースト、つまり、うまくいったイベルメクチンが効いたように見えた患者さんを、1人しかいないのに2人3人いるように見せかけたという、そういう、ほぼ詐欺ですね。そういった論文が見つかったということで、それを全部取り除いていって、まずこれはいいだろうというのを選んでみると、もうこれはイベルメクチン群と、それからプラセボ、偽物の薬のグループで治療成績に差が出なくなったという、そういう経緯があります。ですので、先ほどのような、ちゃんと透明性の高い大規模な臨床試験の結果が待ち望まれていたんですけれども、それは残念な結果になってしまったということです。で、血液腫瘍と新型コロナウイルス感染症については、これ最初の頃、パンデミックが始まった頃の東京都内の血液内科病棟ですと、これ6割が亡くなられていて、しかも、ほとんどが大体2週間から3週間以内に亡くなられるということで、血液腫瘍の患者さんについては非常に厳しい病気であるというのが、最初の、病状でした。で、これが大体最初の数ヶ月を集めた論文で、ワクチンがなかった頃だと、いろんな報告論文を集めた結果だと、死亡率は34%、60歳以上に限ると半数弱の47%という非常に厳しい結果でした。
で、これ他の病気がどうかというと、やっぱりこの白血病が厳しいと。あとは骨髄腫もそこそこ厳しいけど、まあ男性の肺がんの高齢者が一番厳しいという、そういう結果で、ただやっぱり統計的には、白血病が一番厳しいという結果だったんですね。で、これ、危険因子について、リンパ腫患者さんでじゃあどういった方が一番厳しいかということについては、非常にいろいろな論文が出てるんですけれども、まあこれが、まあ、一つ大きな、もので、まあ、最初の、肺炎の重症度が高い方は、やっぱり生存率が低いと。で、それからリンパ腫の種類についてはそんなに差が出ない。で、これいろいろな論文があって、化学療法の中でもですね、リツキシマブ使ってるようなグループは悪いんじゃないかって論文もあるんだけれど、この論文では、差が出なかった。それから、普通のがんも含めると、がん治療中かどうかでもって治療成績に差が出るってものも多かったんですけど、この中では出てない。ただやっぱりリンパ腫のコントロールができていない。リンパ腫そのものが抑えきれてないと、やっぱり治療成績が良くない。あとは年齢とか持病によって、まあ、スコアが上がるという、そういう結果が出ています。で、これ、どうしてかというのがあってですね、抗体ができていないのになんで白血病ほどリスクが上がらないのかということについては、これやっぱり詳しく、検討した論文があって、これリツキシマブを含めた抗 CD20 抗体療法をやってるんだけれども、実は、普通の抗がん剤とか、そもそも治療していない方とそんなに死亡率と重症度が変わらないと。で、それに対して CD8 陽性細胞、これ言ってみれば細胞障害性 T 細胞なんですけれども、このカウントで調べると、かなりきれいに生存曲線が分かれて、統計学的な優位差が人数が少ないにもかかわらず、ギリギリ出るということで、まあ、抗体だけではなくて、やっぱり T 細胞、ワクチンとかによって産生される T 細胞もやっぱりこのウイルス感染の重症化とか死亡の予防に関わっているのではないかという見方が出ています。ですので、血液腫瘍患者さんの感染死亡率は一般より高くて、その中でもやっぱり共通し、いろんな研究でもっていろいろ言ってるんだけれども、その中で共通しているのが、高齢であることと、それからリンパ腫の状態が良くないということが重症化リスクである。つまり、まあ、抗がん剤によって感染リスクが上がることを恐れて、リンパ腫が再発しているのに治療しないっていうのは、もしかしたらむしろかえって良くないかもしれない。やっぱりリンパ腫の状態は、そうは言ってもちゃんと良くしておかなければいけないのではないかというふうに、僕には思えるような結果でした。で、このウイルスのワクチンについてですけれども、これもたくさん論文が出ているんですけれども、これが一番図として分かりやすくて、リトアニアの大人数を調べた結果です。無治療と比べて、慢性骨髄性白血病に使うようなチロシンキナーゼ阻害剤は、ほとんど、ワクチン効果を損ねないと。慢性骨髄増殖性疾患に対するアナグレリンとかインターフェロンとか、あと意外と移植も日数が保てば、そんなに効果は損ねない。あと、その他っていうのは、要は普通の抗がん剤ですね。チョップ療法とかそのあたりも、これもまあ、多少落ちるけどもそんなでもないし、ハイドレアもまあ、落ちるけれどもそこまでひどくはない。それに対してやっぱり骨髄腫に対する免疫調節薬とかプロテアソーム阻害薬とかリツキシマブのような抗 CD20 抗体とか、ロキソルチンジブ、これまあジャカビーですね、あとはベネトクラックス、最近、まあ、慢性リンパ性白血病とか急性骨髄性白血病に使われている分子標的薬は、やっぱり効果を落とすし、慢性リンパ性白血病に対する BTK 阻害薬、イブルチニブとかそのあたりですね。そういった今時の新しい分子標的薬は、割とワクチン効果の中の抗体を作る作用は妨げてしまうという結果でした。で、これが年齢にもよって全体で比べると、やっぱり高齢の、まあ高齢といっても46歳から60歳なんですけれども、年を取るに従って血液腫瘍患者さんによってワクチンの抗体が作られにくいという傾向が明らかに。
治療別で期間別でどうかというと、この移植に関しては、だいたい半年過ぎる、これ、6ヶ月未満、6から12ヶ月、12ヶ月以上ですけれども、移植に関してはやっぱり半年過ぎると抗体は結構ちゃんと作られるようになるんですね。ただ、プロテアソーム阻害薬に関してもやっぱり半年過ぎると割と抗体は作られるようになるんだけれども、他の全身療法、いわゆるクラシックな抗がん剤については、割と治療中でもそれなりに抗体が作られる。それに対してリツキシマブみたいな抗 CD20 抗体は、やっぱり1年ぐらい経たないと、抗体を作る働きは、回復してこないと。まあ、逆に言うと1年ぐらいリンパ腫に対して効いてるということではあるんですけれども、その裏返しとしてやっぱり1年ぐらいは見ないと抗体は増えてこない。これはもうちょっと、詳しく見たものだと、健常者に対してやっぱり治療中だとやっぱり2回打たないと上がってこない。治療中ではない場合は、まあ、1回から2回と重ねるに従って上がってくるという結果です。さらにこのリツキシマブを含めた標的療法はですね、ワクチン打って抗体ができた後に使うと、やっぱり、何割かの方は、抗体価が落ちてしまう。まあ、それに対して、抗 CD20 抗体をやった後のワクチン接種だと抗体は増えてこない。ただこれ、T 細胞の反応はちゃんと出るので、無駄とは言えないと僕は思ってるんですけれども、抗体価に関しては上がってこないという結果でした。まあ、そういったこともあって、その両方を270名という大人数で調べたものがあって、同床移植70名と、それからリンパ系の腫瘍が200名で、モデルナを2回使っています。そうすると抗体陽性化に関しては、やっぱり慢性リンパ性白血病とか、特にリンパ腫は半分ぐらいしかいない、ということになって、特に効果不良なのはもともと抗体作れていない方とか、抗 CD20 抗体作れてない方。それに対して T 細胞の反応に関しては、リンパ腫、一番抗体が低かったリンパ腫でも75%と、それなりに高いんですね。で、特にリンパ腫と抗 CD20 抗体の治療をした方に関しては、抗体を作れたのは2割弱なんだけれども、T 細胞は7割に保たれている。それに対して、同種移植後でもって T 細胞を抑えるような免疫抑制が使われている方に関しては、抗体は8割弱出るんだけれども、T 細胞の反応は52%しか出ないということで、血液収入に対しての、ワクチンの効き方については、液性免疫、抗体の産生が抑制されているか、それとも細胞性免疫、T 細胞の、免疫が抑制されているかでもって、効き方が違ってくるという結果になっています。で、そういったことを全部ひっくるめてどうかというのを示したのがこの論文で、血液腫瘍全般の、3万2000名ちょっとと、それから血液腫瘍がなくて同じようにワクチンを打った方は全く同じ人数、まあ、年齢層かどうか、持病とか全部揃えた結果なんですけれども、感染そのもののリスクは血液腫瘍患者さんの方が、まあ、1.6倍ということで、やっぱりちょっと多い。ただ、ワクチンがなかった頃に比べるとだいぶマシな数字になっています。で、死亡リスクに関しては、この感染リスクそのまま横滑りで1.67倍です。ただこれ、感染した場合の死亡率に関しては2割ということで、実は、ブレイクスルー感染、血液腫瘍ない方でもワクチン打ってて感染するような方っていうのは、他の持病が多い方が多いので、そんなに変わらないということで、昔みたいに4割とか6、半分とか6割なくなるというのに比べると、かなり落ちています。ですので、まあ、血液腫瘍に対してはワクチン効かない効かないっていろいろ論文出てはくるけれども、実際見ると、死亡リスクに関しては半分には減らせているということですね。で、じゃあ副作用がどうかというと、まあ、がんの人とそうでない人と治療中でもって、こういった、ものに関してはほとんど変わらないという結果が出ています。ですので、がんであるとか治療中であるからといってワクチンの副作用は増えないということです。で、さらにですね、3回目接種でもって2回接種が効かなかった、あるいは2回接種したけれどまた亡くなっちゃった方についても、また抗体が出てくるというのが分かっています。つまり、これチェコでの406名ですけれども、2回接種で効かなかった人、まあ、一旦全然効かなかった、あるいは効いたけれどまた消えちゃったって人に関しては、だいたい3割ちょいくらいが、再び抗体が陽性化しています。
なので、まあ、3回目接種は、十分意味があるということになります。ですので、ワクチンは血液中患者にワクチンは効くけれど一般より効果は低め、それでもやっぱり、打たなかった人に関してはちゃんと効いていると、と比べると、ちゃんと効いている。それから追加接種によってワクチン効果の低さを、補うことができて、何割かはこう2回接種で効かなかった人でもちゃんと陽性化するということです。まあ、そういったことを踏まえてですね、主要の関連学会からの、新型コロナウイルスワクチンに関しての推奨事項、これ、主なものが2つあって、1つは、がん治療学会、がん学会、臨床腫瘍学会の3学会合同のガイドラインが2月に出ていてですね、これすごく良いです。日本語で読めるこの手のガイドラインの中では、一番きちんと作られていて、なおかつ新しいものですので、もうどうだろうなって思ったら、これ見てもらえればいいぐらいだと思います。で、あくまでもたくさん書かれてるんで、その中で、まあ、一部の抜粋ですけれども、初回接種については前向きに検討しましょう、もう打ちましょうということです。で、追加接種に関しては前向きに検討しましょう、で、要は打ちましょうということですね。まあ3回、2回でもやっぱり2回接種よりも3回目の方が上がるというのがもうデータが、増えている。で、さらに副反応については3回目接種でもそんなに上がらないと。で、血液腫瘍患者さんの、薬物療法中に関しても、まあ、安全性は確認されているので、治療中であっても積極的に検討しましょう。タイミングについては、可能ならば白血球とかが、少ない時期は避けたいんだけれども、待つためにこう治療とかワクチン接種とか遅らせたら元も子もないので、まあ、そうは言ってもそこはバランスを取りましょうという記述になっています。接種後についてはですね、この副反応による熱と、薬物療法による、熱ですね、あとは場合によっては感染による熱とかが、区別しづらいので、そのあたりはちゃんと、どういうふうにするかは主治医とあらかじめ相談しておいた方がいいでしょうという推奨になっています。で、これアメリカだともうちょっと積極的で、 NCCN というのは僕らこう腫瘍を治療する医者にとってはとても馴染み深い、がんの、治療ガイドラインを作るためのアメリカの、医師あるいは、まあ、医師などの団体です。で、これ4月27日ですので、まあ、ちょっと前にやはり、推奨事項が、改定されていて、打てそうな人はもうとにかく、全員打ちましょう。メッセンジャー RNA ワクチンが一番効くんで、これが望ましくって、免疫不全がある方はもう5回打ってくださいと。で、治療内容と関わりなくできるだけ早く接種で、まあ、他のインフルエンザワクチンとかそういったのとは別に時期ずらさなくてもいいから、とにかく打てるときに打ってください。ただし、造血幹細胞の移植後とカーティーの後は3回はですね、免疫がほとんど一旦リセットされているので、3ヶ月以上空けて5回接種し直しなさいという、もうかなり、鬼のようなとしますか、積極的な推奨をしています。ただ、まあ、免疫不全者にこう暴露しそうな場合には、これ日本ではまだ承認されてないけど、まあ、こういった、モノクローナル抗体を、予防的に使うことができるかもしれないけど、ワクチンの代わりになるものではないと、薬があるからといってワクチンいらないってことにはなりませんよということです。まあ、COVID、そういった治療をやった後も特にワクチン接種を待つ必要はない。ただ、治療時、接種時期を延ばした方がいいのは、移植とそれからカーティーなどの細胞療法に関しては3ヶ月以上。それから、まあ、通常の抗がん剤の後は、抗中球、白血球の数がまあ回復してから。手術に関しては、まあ、数日は話してくださいということです。まあ、要はまとめるとどういうことかというと、まあ、まとめるとも打てるときに打っとけ。というのが、特にアメリカからは強いプレッシャーとしてくるわけです。で、まとめですね、血液がん患者さんは、罹患時の重症化リスクは高い。なので、重症化死亡のリスクを避けるために全員にワクチン接種をお勧めします。で、効果に関しては一般よりも低下しているけれども、死亡率はワクチンがなかった頃の半分以下になっている。これデータによると10何パーセントっていうのもあるんですね。細部スライドの枚数増えるんで結局削っちゃったんですけれども、そういう研究もあるので半分もしくは4分の1ぐらいになっている。で、こう時間とともに減弱するので3回目4回目接種を推奨。副反応のリスク増加は血液がんとかでは特になし。
避けた方が、化学療法中でも打っていいんだけど、白血球減った時と、リツキシマブ療法の6ヶ月以内、移植後の3ヶ月以内は、避けられれば避ける。ただ、ちょっとそこを逃すともう打てないとか、そういった場合には、主治医とご相談って感じです。ただ、オミクロンの蔓延を考えると、接種しても、マスクをつける、それから3密を、避ける、同居以外の方とのマスクを外した会食、カラオケは避けるといった一般の感染予防対策は続けるべきでしょう。あとは、同居の皆さんもワクチン接種をしていただくと、人数が増えれば増えただけ、その患者さんを守ることにつながるでしょうということになります。これで全部ですね。以上です。はい、森先生、本当に今回も貴重なご講演いただきましてありがとうございました。いや、もう本当にすべて包括的に詳細にご説明いただいたと思っております。改めてありがとうございました。で、あとちょっとですね、先生のご講演を踏まえて、ちょっといくつか、QA というわけではないですが、いくつかちょっとお話ができればと思っております。特に今回の先生のご講演で、患者さんにとって、よく患者さんから言われるのが、以前ですね、森先生のご講演でも教えていただきましたけども、血液腫瘍の患者さんが感染した場合の死亡率は一般的に4割前後あるんじゃないかというご指摘が以前はあったんですけども、それが3回のワクチン接種によって、死亡率は2割前後まで低下するということが示されているというのは、これは特に血液腫瘍の患者さんにとって心強い話かと思いましたし、感染リスクも1.6倍ということは、1.6倍程度ということですよね、3回接種した患あ、者そさうんです、が。そうです。それでもやはり感染リスクは一定程度下がっているということが得られているので、ワクチン接種されている患者さんにとっては、非常に安心できるようなお話になったところかと思います。また、このあたりも、感染した場合に、そもそもつくんだろうかってよくご質問もいただいてましたけども、確かに、抗体陽性率は特にリンパ系腫瘍の方で低い傾向はあるものの、いわゆる細胞性免疫はある程度得られているということは分かっているということですね。おっしゃる通りです。はい。そういったことは分かったというふうに、ことも、非常に患者さんにとっては、助けになる情報かと思いました。で、以上、以下はですね、患者さんからよくいただくご質問について、いくつか、先生お尋ねしたいと思いまどうぞ。す。はい。まずですね、治療中もしくは治療後の血液腫瘍の患者さんへの接種のタイミングです。で、最後の先生の、まとめの中でもお示しいただいてますけども、リツキシマブ投与から6ヶ月以内、並びに、造血幹細胞移植後3ヶ月以内は避けた方が良いというふうな、ことをまとめでお示しいただいたんですけども、例えば、その他にもですね、例えば、流行期とそうでない場合でかなり状況は違うかと思うんですけども、例えば、リンパ腫をはじめとするリンパ系腫瘍の患者さんについて、例えば、抗体療法ですね、リツキシマブや、ガザイバなどの、抗体療法の維持療法をどうすべきかとか、あとは、白血病の患者さんの治療選択でもいくつか留意すべき点はもしかしたら生じるかもしれないんですと思うんですけど、そのあたりは先生お考え、どのようにお考えでしょうか。かなりその患者さんの病状、つまり、どれぐらい早く治療しなければいけないかとか、あとはその時期にその患者さんの周りでどれぐらい流行ってるか、もう一つはですね、ワクチンも打てる時期が限られているので、そもそも凍らせるやつなんで集団接種とかになるわけですね、人数まとめなきゃいけないので、そのあたりが近くで打ってくれる場所があるかとか、そのあたりで考えています。なので、割とその方に合わせちゃうので、なかなか一般化はできないんだけれども、基本的には、できるだけ打てるときに打っとく。そのガイドにはよる、できるだけ守るけれども、そうは言っても、待ってて感染したら元も子もないので、流行していて、この方、近々かかっちゃいそうだなといった場合には、もう機会を捕まえて打っとくという形で、僕は割と前のめりというか、前向きにやっています。ありがとうございます。特に私たちグループ X ジャパン、リンパ腫の患者会なので、リンパ腫の患者さんからよくご相談を受けるのは、維持療法をやるべきですか、やらない方がいいですかっていうご質問が非常に多いんですけど、そのあたり先生、どのようにお考えになられますか？ですね、これも割と個別の患者さんに合わせてということがあるんですけれども、特にもともと腫瘍量が多かった
った方に関しては、まあ、とにかく医療腫瘍をとにかく抑えなければいけないと、正直治療内容そのものよりも、リンパ腫の状態が悪いというのが一番良くない条件である。いろんな論文でもってこうリツキシマブいいとか悪いとか抗がん剤いいとか悪いとかあるけれども、もうその中でも一致しているのがもう年齢とそれから、リンパ腫がコントロールできていないなので、迷った場合にはリンパ腫をきちんとコントロールできる方を選んでいるというのが現状です。最初の頃は維持療法は避けた方がという話もあったんですけれども、追加接種の効果が見込まれているというのと、まあ、なかなかもうコロナは変異しながらそれなりに残っていくということを考えると、もうリンパ腫の治療についてはやれるときにきちんとやっておくというふうに考え方はちょっと変わってきています、自分の場合は。はい、ありがとうございます。同様にですね、まあ、先ほど先生 の、 まとめの中でも、まあ、リツキシマーブ、まあ、抗体療法薬ですけども、の投与から半年以内は接種は避けれるなら避けた方がいいというふうなご見解いただきましたけど、他にも、例えばリンパ球は結構減るような抗がん剤患者さん使うこと多いと思うんですけど、他のお薬についてはどうでしょうか。ですね、結局何の間の言って打てるときに打っといてくださいというふうにご案内しています。特に通常の抗がん剤であればそんなに影響はないので、もうそれこそ化学療法の合間の好中球がそこそこある時期にも隙間を縫うように打っていただきますし、例えばこれが慢性リンパ性白血病に対する分子標的薬イブルチニブとか、そういったものになるとそもそもやめないわけですよ。分子抗体が落ちると言われている分子新規の分子標的薬は基本的に続けるものなので、もう正直じゃあワクチンのために休むかっていうと、それで収容がまたぶり返したら元も子もないので、もう とにかく打てるときに打ってくださいという形でもうシンプルにお伝えしています。ありがとうございます。で本日 の、 特にご講演で繰り返し先生が、まあ、強調されていたのが、まあ、3回目4回目接種を、まあ、推奨するというふうなお考えでした。特に血液がんの患者さんですよね、まあ、推奨するというお考えを示しいただいていて、で最後もあったように、特にまあ、がんであるとか血液がんの積極的な治療を受けている患者さんに対して、まあ、米国では、3回接種は基本で、場合によっては追加で4回目や5回目をやるということも推奨されているというふうな、ご見解を ご紹介いただいたと思います。で一方で、まあ、患者さんからいただくご質問で、まあ、たまにあるんですけども、まあ、特にがん患者さんですねとか血液のがんの患者さんから、ワクチンを接種するとがんが進行してしまうんではないかという情報を聞くことがあって怖いというご相談をいただくことはたまにあるんですけども、こういったご相談に対して、もし先生、メッセージがありましたら、ぜひお願いできますか？まずないです、それは。はい。あくまでも、コロナウイルスの一部を攻撃するような免疫が、つくだけで、がんに対しては影響はしません。で、なおかつ、その治療中に感染でもって状態が悪くなるリスクを何分の1かに減らすことができますので、ワクチンを打つ方がはるかにいろんな意味ではお得、有利であると思います。ありがとうございます。で、まあ、それが今先生の、まあ、メッセージをいただきました。造血系腫瘍全般の中で、例えば特定の疾患でワクチン接種に慎重にならなければいけないような疾患は何かあるんでしょうか？ないですね。大丈夫ということですね。打った方がいい疾患はありますが、打たない方がいい疾患はないです。わかりました。ありがとうございます。それではですね、今日先生からたくさんのお話をいただきましたが、最後にですね、今日ご視聴いただいている血液がんの患者さんご家族に対してメッセージがありましたら、ぜひ一言お願いできればと思います。よろしくお願いします。はい。まあ、新型コロナウイルス流行と、あとはそれから、まあ、血液腫瘍というとても大きな病気の両方ですね、両方の心配事を抱えて、なおかつ、流行も2年経ってもやっぱり変異体が出たりして、なかなかこうすっきり収まらないということで、非常にご心痛は多いかと思いますけれども、その中でもできるだけ生き延びる可能性の高い選択、高い行動をして、なんとか生き延びて楽しく有意義な日々を過ごしていただければと思います。そのためにはまず元の治療、腫瘍の治療についてはしっかりやること、その上でワクチンは打てるときにはしっかり打っていただくこと、ご家族の方もできれば多くの方が打っていただくこと、基本的な感染リスクを避けるということを、
はもう生活の知恵としてお守りいただいた上で、主治医の先生と協力しながら、あるいは他の皆様方とも協力しながら、できるだけ良い日々を過ごしていただければと思います。以上です。はい、先生、本当に日々の まさに今日平日ですけども、血液内科の先生方、森先生が特にそうでしょうけど、本当に大変お忙しい中ですね、日々の診療、こういったお時間を割いて貴重なご講演いただきましたことを改めて、感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後になりますが、本日のこの講演の主催団体であるグループネクサスジャパンは、悪性リンパ腫の全国患者会でございます。多くの会員の方々にもお力添えいただいているところでございますが、森先生はじめ多くの血液内科に関わる先生方のご理解とご支援をいただいておりますし、また多くの患者さんやご家族、一般の方のお力添えであるとか、あとは貴重なご寄付などをもとに私たちの団体活動しております。私たちグループネクサスジャパンの活動に引き続きご理解とご支援をいただければと願っております。それでは本日の講演会、これにて終了としたいと思います。森先生、またご参加の皆様、本日ありがとうございました。